今のところいい。すみません、もう始まってますか。はい、皆様こんばんは。5月3日金曜日、沖縄の真実、パーソナリティの陽子です。ゴールデンウィーク後半に入りましたけれども、沖縄はさつきバレーまでは行きませんけれども、結構晴れたゴールデンウィークを過ごしております。さて、本日はゲストに、沖縄の新しきヒロインということで、本日金浜雅子さんをお迎えしております。隣から紹介させていただきます。金浜雅子さんです。こんばんは、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お隣が実は雅子さんのお父様で、金浜貴弘さんです。よろしくお願いします。はじめまして、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、お隣がチーム沖縄の総司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、雅子さん、お久しぶりです。お久しぶりです、ね、今日お父様もご一緒ということで、はい、緊張してます？少し、はい。もういつもあの中村ファミリーの方にはもう本当にいろいろお世話になって、こういう機会も与えてくださって本当に感謝しています。よろしくお願いします。感謝しております。出演していただいてありがとうございます。お父さん、はい、雅子さんはどういったお子様でした、小さい頃は。いきなりですけど、生まれた頃からもう日の丸を振ってるような子でして、今日あるのはもう当然かなという気も、しますね。今日あるのが、はい、雅子さんの名前も素敵ですけれども、何か意味がありますか、この雅子真という。はい、やはりあの真実を極めてほしいという、なんて言いましょうかね、親心といいますか、はい、を込めたつもりですけども、ぜひ、実現してほしいと願っています。あ、でもその通りに育っているのではないかと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、雅子さんの論文が、はい、正論という月刊誌に載ったということでですね、早速そのお話から進めていきたいと思っております。はい、正論の6月号ですね。はい、沖縄ではまだ販売されてないんですよね。そうですね、あと、はい、ゴールデンウィークが明けてから、はい、はい、あ、そうなんですね、入ってると思います。はい、よかった、すごいですね。でもね、いきなり正論で、うん、もう本当に皆様のおかげで、本当にこういうふうに論文も、はい、書かせていただいて本当にありがとうございます、ね。ちょっと内容の方をですね、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、どういった感じになってます？内容はですね、はい、私が2月の21日に、名護市であった市民大会でお話をさせていただいたものを中心に書きました。はい、はい、でまた具体的に、はい、どういうふうなこのマスコミの偏向報道があったのかが、私なりに勉強したこのマスコミ新聞の嘘のつき方というか、はい、のも、はい、書きました、書かせていただきました。はい、何ページにわたってましたでしょうかね。8ページ結構長いですね、はい、すごいですね、長いんですけど、これはもうお父さんにももちろん検証していただいたですか？はい、そうですね、私はよく父と、また私の父の兄、うん、はい、おじとよく政治談義をして話しするんですけど、はい、そこで毎回勉強をさせてもらって、でそこで勉強したことをまとめたりとかして、はい、はい、また指導を受けました。あ、はい、そうなんですね。お父さんどうでした？はい、論文ご覧になって。はい、やっぱり何て言いましょうかね、はい、出るべきものは出なきゃいけないというふうな感じがしました。うん、我が沖縄県民はどうしてもおとなしいと言いますか、はい、植物的なところがありまして、植物的な、はい、まあいいところなんでしょうけども、はい、なかなか本当の姿を知ってもらえなくて困ってるんですよね。そうですね。で結局は、ノイジーマイノリティというんですか、はい、少数派が多数を、装ってやりたい方でやってますよね。うんうん、でもうそろそろもう中国も近くまで来てますんで、もう声を上げざるを得ないと、うんうん、で関係ないんですけど、この間は興南高校が春夏
連覇して沖縄の人間も結構できるんだなと、うん、甲子園ですね、あれは本当に嬉しかったですよね、球児の本当に、意地も、見せてくれたんで、僕ら大人も頑張らなきゃいけないんじゃないかと、そうですね、ということで、まあ、娘にも頑張ってもらいました。論文の内容は大丈夫でした？内容自体は、ね、はい、あの、まあ、私も彼女も好きな作家がいて、はい、山本夏彦さんという方がいますよね、うん、はい、あのこの間お亡くなりになりましたけど、すごくこう小気味のいい日本語文章というんですか、はい、で娘にこの本読んでごらんって言ったら、本人もすごく気に入って、このなんて言いましょうかね、文語調の言い回しがすごく今新しい感覚ですか、ですから内容もあれなんでしょうけど、はい、あの文章を、まあ、本人も楽しんだみたいなところがある感じがしますね、うん、はい、私もこの本は、あの大学の時に父に紹介してもらって読んだんですけど、はい、タイトルがすごい好きで、例えばあの何をあって月へ、月は眺めるものであるっていう風な短いタイトルで、現在のあのこういういろんな批判とか、うん、そういうのをすごい分かりやすく書いていて、なので私も大学時代は論文書くのがとっても苦手だったんですけど、はい、山本夏彦先生の本を読んでリズムある文章を書く練習をしました。あ、はい、なるほど。雅子さん現在あの塾の講師をされているということで、はい、英語の、はい、英語、そうなんですよね。どうですか、あの何歳ぐらいの子を教えていらっしゃるんですか？私は今現在は、英語をあのアレルギーを持っている子どもたちが多いと思うので、その子たちに英語本当は楽しいものなんだよっていうのを教えたくて塾をやってます。なので中学生が多いですね。はい、先ほどお父さんからちらっとお話を伺いしたんですけど、はい、お父さんが雅子さんに英語を教えたっていうこと。はい、あの元は要するに受験英語なんですけど、あの、まあ、娘が中学校入って英語をお父さん教えてちょうだいって言うんですから、お父さん英語知らないよなんて言えませんからね、はい、早速本屋さん行って本を引っ張り出して勉強して、それをまあ中学生に分かりやすい内容に変えたんですよね。で実際やってみると楽しいんですね、中学校の勉強というのは。そうなんですね。で数学とか、はい、あの理科とかそういうのもあの一緒に勉強して、あ、中学校は一緒に勉強してました。へ、楽しかったです。あの雅子塾っていうのお話が先ほどありましたけれども、はいはい、それは、はい、まあ、本人の頑張りもあってですね、中学校の時は大体、まあ、一番の成績が多かったんですよ、はい、それで同級生があのお父さんが勉強してもらうとよく分からしいということで、自分たちにも教えてちょうだいなんて、あの中学校3年の受験の年ですね、はい、6、7名の子がメンバーとして集まって、受験対策の塾をやりました。うん、あお父さんが関係ですか？はい、楽しかったです。で中学校の勉強と改めてやってみると、あのまあ、高校の基礎とかなんとか普通言うんですけど、はい、実際はですね、この人生の基礎に近いような、うん、つまりあの思考能力が急にですね、抽象的なんですね、小学校と違って、はい、だから物事を考える抽象思考能力、これはどうも中学校の教科に全てぎっしり詰め込まれていると。だから中学校の勉強というのは決して受験勉強とかなんとかである以前に、はい、あの物を考える力を養う意味があるとということに気づいてですね、はい、私も楽しく勉強させていただきました。あ、でどうもあの学校の先生よりも良かったなんて子供に言ってくれて嬉しかったです。どうでした、雅子さん、お父さんの先生ぶりは。あ、もう本当に私もおかげで今も仲いい友達がいて、そのメンバーで、はい、その時のあれがきっかけで、はい、そうですね、本当に楽しかったです、ありがとうございます。先ほどお伺いしたんですけど、あのなぜ英語が好きになったかっていうちょっと面白いエピソードを。あー、はい、はい、皆さんびっくりするかもしれないんですが、あの私中学校の頃には FBI になりたいってずっと思ってたんですけど、それはなぜかというと、あの私が小学校の頃に織田裕二が出ていたあの踊る大捜査線
を見てすごいファンになって、あの青島警部、はいはい、青島警部みたいになりたいなって思って、で父と話をしてたんですけど、将来何になりたいのって言われて、あの警察官になりたいって言ったんですよ。でそしたら日本だったら、じゃああなたは女の子だから、じゃあ交通課だねって言われてすごい私はショックですね。現実はね、すごく現実的な話されちゃった。青島警部を憧れていたのに。そうなんですよ、交通課かと思ってどうしよう、あーってショックだったんですけど、はい、そしたら父が、はい、じゃあ活躍したいんだったら、はい、じゃあ FBI なんかはどうだって、はい、X ファイルで、はい、でそれで、あ、じゃあ FBI になろうって言って心を出して、空手と英語を中学校の頃にじゃあ頑張ろうっていう風に目指したのが初めです。あ、はい、そうなんですね。空手もかなりの腕前ですか？空手は黒帯は取れなかったんですけど、黒帯手前で、はい、まだ持ってます、うん、はい、皆さん、雅子さんはかなり強いと思いますあの守りたい、彼女を守らなきゃっていうコメントが結構来てたんですけど、大丈夫みたいですよこんなになっちゃう、手出したらこんなになっちゃうあとじゃあそうですね、この論文自体は、はい、内容をもうちょっと教えていただけられますか、この論文の、はい、はい、うん、私がこの今回論文に書いたのはですね、はい、2月の21日は名護で、この集会であったんですけど、はい、やっぱり話を聞いてみると、このやっぱりこの会で私がこういうふうな発言をしたっていうのはもちろんマスコミでは流れていなかったので、はい、スルーされてましたね、はい、スルーだったので、はい、っていうか、あのカットカットって言われてたらしくて、その場で、はい、なのでもう一度この紙面をお借りして、あの新聞マスコミが、うんうん、あの沖縄の本当のことを伝えていないっていうので、あ、なるほど、はい、っていうのを書きました、はい、で具体的にはですね、はい、例えばよく、あの沖縄では米軍基地が沖縄に集中していて 75% が集まっているというふうによく新聞に書かれていますよね、はいはい、で実際はこれは、75% というのはからくりなんですよ、うんうん、で実際は 23.5% というのが正しい数字 で、はい、でそれがどういうふうにして 75% にっていう数字を作れるのかっていうのを書きました、うん、あ、書かれてるんですね、はい、それに、ここに、はい、はい、とかですね、また、沖縄でよく、あの去年あの天皇陛下がいらっしゃった時に、はいはい、あの国際通りで日本の旗振って万歳ってことでパレード、提灯パレードやったんですけど、やっぱり沖縄の人が天皇陛下に対する思いっていうのを、もちろん新聞では書かないんですけど、はい、だからそのそれを実際あったんだっていうのも書きました、うんうん、はい、表に結局マスコ沖縄のマスコミが出さなかったことを雅子さんは書いてくださったっていう感じですね。はい、そうですね、この、うん、あのニコニコ動画のこの生放送でもおっしゃっていたように、はい、やっぱり新聞では書かないから、うん、でもこの状況になってしまったらもう有志の我々がやらなければいけないということでされてると思うんですけど、はい、私も同じ思いで書きました、はい、そうしたら何か、いや、これね、読み応えありますよ皆さん、8ページありますんでね、はい、あのまだ読んでないんですけど、まだ沖縄でちょっと まだ販売してないんで、うん、皆さんね、あのこの放送終わったらぜひ本屋さんに走ってください。月刊正論の6月号です、はい、おいくらでしょうか気になるところ、気になるところ、なんと740円です。あ、それぐらいでしたら買えますね皆さんところでですね、もう沖縄では毎週いろんなことがあるんですけれども、先週の日曜日でした、4月28日の、サンフランシスコ講和条約の大会がありましてですね、もう
この時沖縄では大会があったんですまた、うん、屈辱の日っていうことでですね、うん、これは琉球新報さんなんですけど、それともう一応2年しか見えますかね、すごいですよね、うん、これ実際は4000人の会場なんですよ。で実際4000人ぐらいですかね、来たのは。実際はですね、僕見に行ったんですけど、はい、4000人の会場は溢れてたんで、4200とか、はい、多くても4500かな、あ、まあ、報道陣とか、はい、そういう人、あのスタッフ含めれば5000人近く、多くても、多くても、はい、まあ、1万人はありえないです、1万人はありえない。ね、でも、映し方がうまいですね。うん、うまいですね。あの少ないときは結構アップで映すんですよ ね、 そうですね、人が少ないときはね。うーん、でチーム沖縄さんとしてなんか取材にも行かれたということなんですけども、まあ、取材というか、まあ、もう分かったことなんですけど、はい、まあ、毎回毎回ね、そのマスコミではね、あのこういうのが市民団体とか、ね、あの市民が参加とかあの報道されるんですけど、そんなの絶対嘘なんですよ、嘘。労働組合なんですよ。だから動員です。で動員で4000人集めたっていうだけの話であって、で実際写真撮ったらですね、まあこれ報道される写真では絶対出てこないんですけど、皆さん分かりますかね？見えてます？これちょっとチーム沖縄のブログでも上げたんですけども、そう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 。そう、そういうことなんですよ。こういうことなんです。こんなのがですね、堂々と旗立てて参加してるんですよね。うん。で、あ、そうですね。で、他の写真ちょっと出してもらっていいですかね。で、さっきその琉球新報の紙面の写真だと、あたかも一般市民が参加で、やってるような写真ですけど、実際ね、あのこれ会場はマスコミに映らないように旗を下ろしてるんです。で、大会が終わってこれ今会場から出てくるところなんですけれども、参加者がこれ見てください、みんな上り立ってるじゃないですか。これみんな労働組合なんですよ。ちょっと他の写真いいですかね。合ってないですか。この写真は実際森田さんが撮られた。そう、私が撮ったやつですね。でこういうのをあの暴露するために、うん、まあ、我々活動してるんですけども、うん、あ、入ってないです、うん、そうですね。あとはこの琉大の学生の旗とかね、これも真っ赤っかなんですけど、うん、で結局角丸派がやっぱり琉大の学生の学生会を抑えちゃってるんで、そういうのが参加してくるんですけど、なんていうのかな、そういうのをね、参加してるのに誰もスタッフも旗を下ろせとか言わないんですよ。もうこれ最初から最後までこういう極左の旗が立ちっぱなしでも、来てるマスコミは一切映さない。うん、そういうのを絶対映さないです。でこういうふうにね、ドーンと写真撮ってブログなりこういう放送で上げると紹介するとやっぱりびっくりするじゃないですか、皆さん。でこういうことなんですよ。こういう左翼の大会というのはもう労働組合、それから極左、こういう集会ないんです。もう それだけです。あともうね、詳しいこと主権回復かどうのこのとかね、うん、もう話す必要ないかなと思ってブログでも詳しく書かないんですよ、中身は。あ、この写真見たらわかるでしょ、皆さんということで毎度のことですよね、あのオスプレイの反対の県民大会の時も同じ感じですね。同じ、全く一緒、はい、あの会場 9月9日のオスプレイ反対集会も、あの10万人でしたっけ、集まったとか、はい、11万人11万人とか集まったとか言ってるやつ、あれも会場入って一番最初に目に映ったのが角丸の旗ですから。チラシとかも配ってましたよね。チラシだから、そのもらう方もね、配ってるんですけど、もらう方も分かってないのかなっていう。分かっててもらってるのか分かってないでもらってるのかよく分からない。どうなんですかね、うん、なるほど。私もオスプレイのこの大会の時には
あの行ったんですけど現場に、はい、角丸の人たちがチラシ配ってたんで、うん、わざと私角丸嫌いですって言ってわざとその人に言いました。それで拒否しました。はい、すごいですね。これね、あの他のその参加者とかその他の、うん、いわゆる平和団体の人たちに、はい、お前たちにね、角丸派が参加してるじゃないかっていうと、はい、いや知らないとか言うんですよ。うーん、あんなでっかい旗立ってるのに知らないわけないだろう、ね、そうですよね、私たちは関係ないとかね。うーん、いやいやいや、分かってるでしょって、嘘をつくなっていう目的が何なのかっていつも思いますよね。うん、オスプレイの反対の集会なのに角丸の、うん、あの大きな旗が立ってたりとかして、うん、日米安保破棄の横断幕、そうそうそう、うん、結構こういうね、うん、市民大会みたいのが開かれると結構その保守側のメディアも論人も論客もですね、この中身について触れたがるんですね、うん、で実際現場に足を運んで写真1枚撮ってくればこんな結局こんな状態なんだよっていうのはもうそれだけで、うん、もう説得力あるんじゃないのって、うん、細かいところにね触れるのはいいんですけど、で、それを誰もやれてこなかったから今まで、うん、まあちょっと我々こういうことやってみようかなと思って、はい、現場に足運んで、もう写真1枚撮ってそれをブログに上げてツイッターで流してこういう放送で流すと、はい、非常に分かりやすいと思うんですけどね、こういうのが、そうですね、うん、まあ、地道な活動でありますよね、でもなかなかね、ネットでこの伝えられる真実というのはなかなか伝わりにくいですよね。うん、そうですね。でも新聞の見え見えの嘘が、うん、よく伝わる感じがしますよね、はい、だからどうもこの左右対称じゃないと言いましょうかね、同じ言論を発信にしても、うん、そうなんですね、だからその辺なんか工夫するのがあって、うん、その工夫がうまくいけば左右のマスコミというのはもう存在する余地がなくなると思うんですけどね。そうですね、いや意外とあるじゃないですか、左翼というのはもう、自滅 の作業をひたすらやっているような感じがするんですよ、うん、その最後の印籠を渡すの手段といいますかね、システムといいましょうかね、それがないんで彼らも首脳にも死にきれないみたいな、うん、でも仕事をしに行ってるって感じですよ。なんかもうシステマティックに、そういう、ね、問題にするモーメントがあったら、はい、とにかく騒ぎに行って、仕事をすると、あ、そういう感じがして、かつてのような何て言いましょうかね、この情念のたぎったようなものは感じないですよね。ソフト化しているというんでしょうけど、実際はもう左翼はすでに生命が終わっていると僕は思います。ただその印籠を渡すね、はい、なんて言いましょうかね、象徴的な出来事がどうもね、必要じゃないかと。そうなるとまあ地方どころか日本全体で左翼は終わっちゃうと、はい、もう実質終わってるわけですよ。うん、だからどなたかね、すごい天才の方がいて、はい、ネットの言論空間、うん、そして現実の、まあ、通常例通りの言論空間、うん、これをうまくつないでですね、インターフェースといいますか、はい、それを実はね、新しい流れ、つまり、アイフォンヒロインといいますか、うん、こういう新しいウェーブに期待して、欲しいと。もう、ね、いろんな保守運動も保守の顔ぶれの方々、はい、評論家も含めて政治家も、はい、既にもう存在価値がと言ったら失礼ですね存在意義が、あ、これも失礼だな活躍する場がもうないんですよね。保守ですか？保守の。あ、新しい保守がもう特にね。新生保守ですかね、じゃあ。新生保守。新生保守と言いましょうかね。うん、本来の保守と言いましょうか。新生と言ってる方々、実は怪しいもんでありましてね。うん、どうも、この割り切れるところがあるんですよ。うん、今の保守っていうのは、本当は保守のような感じがしないんですね。うん、なんか後ろめたいのを引きずってるような。うん、言いたいこと言えないような、うんうん、これはズバリ言ってですね、あれですよ、あれね、戦後の処理と言いますか、 あの時みんなで一生懸命戦争したわけですよね、
で歴史をちょこちょこ調べていくと日本だって十二分に言い分があって、うん、仕方なく戦争を追い込まれたと、うん、で現実にアジアを解放した日本ですよね、うん、これ事実ですよね、はい、で世界は日本に今も期待しているし、うん、実は世界は日本を、恐れてもいるわけですよ、うんうん、日本人自身が自覚のないだけで、ね、その肝心なところを言う保証がいないんですよね、ね、つまり一億総懺悔かなんかで日本は悪いございましたと、何百万人もね、尊い命がなくなったわけですよね、うん、それを悪うございまして、こう済むわけないですよね、はい、どうも後ろめたい、後ろ暗いところがあるというのはその辺なんですよ、うん、これをはっきり言わない保守なんていうのは、あどうも保守の名に値しないようなね、うん、僕が言ったんじゃないですよ、あの彼らがそのものが、ね、行動で表してるわけで、うん、だから歯切れが悪いんですよ、うん、どうでしょうかね、これ暴論でしょうかね、こういう話を若い方々にすると、はい、すごく喜んでくれます。あの私カウンセラーをしてるんですけども、はい、あの応用心理の方の、はい、あの若い子たちって、すごく可能性があるんですよ、うん、というのも中身がないんです今、うん、だから新しい正しき日本人を作る、はい、都合が実はいいんですね今ね、うん、もう変なこの絆がないもんですから、うん、断絶しちゃって、はい、だからまっさらな状態、新しい日本人作りの今はね後期到来ですよ、はい、という気がしますよ、そういう意味でね、愛国ヒロインに、皆さんにどうぞ期待をしていただきたいですな。いやあの今はもうあれですよね、草の根でもう市民が今頑張ってる状態じゃないですか現状は、うんね、私たちとかもう本当に名もない私たちが草の根で頑張ってる状態じゃないですか、で結局今はもう本当に日本危ないんですよね、うん、でだけどピンチの時こそチャンスなのかなって、そうですね、もう今のお父さんのお話聞いて思いましたね、はい、あの、うん、どうもね、言いにくいことが世の中多いじゃないですか、はい、例えば沖縄の人間は本当に日本人なのかとかね、うん、言いにくい話がいっぱいあってみんなうやむやにしてますよね、はい、でもそんなのはね、あのちとも矛盾が何もないわけでして、共通する祖先が同じであるとというよりも、沖縄の人間の方が現日本人に近いわけですよ、まあ、縄文人と言いましょうかね、はいはい、で本土の方は弥生時代に弥生人が大陸がいっぱい入ってきちゃって、現日本人がだいぶ変わってきたわけですね、だから縄文の魂、日本人的な縄文魂は今も沖縄にあるわけですよ、あの最近ねあの、本土から沖縄病ということでいろんな方が見えますけど、はい、あの沖縄病、沖縄病、沖縄に憧れて移り住みたいということですよ、あ、はいはい、でね、本土の特に首都圏の方は田舎にコンプレックスが強いんですね、あもう逆転しちゃってるわけ時代が、うんうん、でどうも失った魂を沖縄に見出していきたいと、つまり縄文の魂ですね、はい、あの彼らはもうかなり、ね、縄文の魂を忘れちゃって、時代の変わり目、例えば幕末とかそういう時に活躍した方々というのは、はい、ほとんど縄文系ですよ、うん、魂の、ね、おたけびを堂々と表現すると、うん、でも弥生系の人というのはどうしてもね、タブーですから、はい、あもう几帳面几帳面、1年後のために今は何をすべきかというのはスケジュール決まってるわけですよね、だから新しい枠組みをパラダイムをぶち壊すのはいい意味ですよ、うん、縄文系の人間じゃなきゃいけないと、うん、でところがですね、本土の方々は、はい、もうこう受け継がれてきた日本魂というのをある意味、はい、裏切ってしまっているので、うん、堂々と胸張れないわけですよ、はい、暴論でしょうかね。本当のこと言ってるだけですよ。私は。雅子さん、胸張れる日本人がね、いるでしょうか、はい、うん。どんな国にも言い分があって、大義がありますよ。そうです。それをね、いっぺん戦争に負けたぐらいで、はい、悪くございましたっていうのは、これはね、うん、死んだ方々に申し訳がないと、日本人自分自身の潜在意識でよく分かってるはずです。うん、ですから、元気が出ないわけですよ。でも次の文明は日本人がね、日本文明がリードしていくしかないので、うん、もう一度ね、日本を再生する。これはね、うん、どうもね、沖縄県の役目じゃないかと。はい、あなぜなら、我々沖縄県というのは、最後まで戦ってますんでね、
最後の最後まで、はい、だから我々にね、平和に関しては別にね、全国全世界言い分は同じですよ。沖縄県の時がね、はい、平和に関してなんか発言権があるなんて、これおかしいですよね、はい、でもさっきの大戦における、ね、日本人魂というのはどうも沖縄県にしかね、正当な意見が僕はないような気がします、はいはい、今日は正論の紹介をしながら暴論になっちゃったような気がしますけどいやそれもありで、まあ、お話続けましょういいですよ本当にあの沖縄が日本のリーダーになり、世界のリーダーになるんじゃないですか、もしかしたら。いや、これはですね、実はね、はい、もう今、青森県もあの九州のね、はい、熊本県もみんな一緒ですよね、平準化というか、ね、平準化、人間も一緒になっちゃってる、うん、かつては非言モッコスとかね、いろいろありましたよね、でも人間みんな一緒になってしまったもんだから、はい、特色のある県民というのは、現在ね、沖縄県ぐらいしかないんじゃないかと。つまり、はい、再生するエネルギーというのは田舎からしか出ないんですよ。うん、東京で活躍している人間はみんな田舎もんでしょ。そうですね。どうでしょう。はいはいはい。ね、これ大阪でも北海道も事情はみんな一緒で、例えば那覇市で活躍している在家人なりね、方々みんなね、田舎や離島の、ですよね。はい、あの、前の知事の、あの、太田知事も、久米島、その前のね、西見知事は久高島、離島ですよね、だから辺境の地から次の時代生まれると。うん、日本にはもう辺境地がないんですよ。うん、平準化しちゃって。でも、まあ、幸いと言いましょうかね、はい、沖縄県だけ返還されましされなかったので、あの時間が止まってると。あ、純日本人ね、当時の魂がそのままあるわけですよ。うん、だから沖縄にね、希望が今、沖縄にしかないということを私は雅子の知事として、言いたいです。そしてね、さっきのカウンセラーというお話しましてね、はい、若い方々は何て言いましょうかね、テレビのマスコミの影響で左っぽいの子がほとんどです。でも日本がいかに素晴らしいか、世界でね、一国で世界中とあらゆる分野で競争して、はい、打ち勝っている国は日本しかないんですよ。うん、経済力もイギリスとフランスとドイツ3つ合わせて日本と同じぐらい。うん、ノーベル賞だってね、はい、あの平和賞は別ですけど、あの自然科学の分野は21世紀に入って、うん、日本人はバンバンノーベル賞取ってるじゃないですか。はい、中国は科学一人もいないんですよ。でこれはね、優秀とかなるんでしょうけど、僕はそうであるよりも、はい、日本人の文明のね、なんて言いましょうかね、特質と言いますか、そこに意義があると思います。はい、でも日本は特殊な国です。そうですね、すごくいい意味で特殊な国 で、ね、そういうことを子どもたちの話をすると目を輝かしてですね、とてもいい日本人になってくれます。これカウンセラーのね、仕事を通じてよく分かりました。 ありがとうございます。はい、もう60代以上はね、もうね、あんまり評価ないみたいですよ日本人は新しき日本人は宗師さんも本土の方から、はい、いらして、まあ、1年ぐらいになりますね、沖縄に。ちょうど1年ですね。ね、いらして沖縄を見て何か感じたこととかありますか。いや、感じたことってっていうのは、うん、まあ、その、まあ、今、インターネットがあるんで、はい、その聞いてたような、その、こっちの新聞っていうのは、はい、まあ、改めて見ると、やっぱり、うん、驚きっていうのはありましたよね。で、あとね、実際、その、向こうで、その、東京とかで、はい、まあ、東京とかでっていうよりも、沖縄県外で言われてるよりも、その、沖縄っていうのは、はい、その左翼の島ではないという、それはこっちに移り住んできて、はい、自分の目で、はい、確かめたことですよね。うん、天皇陛下の捧迎パレードもそうですし、はいはい、天長節のパレードもそうですし、こういう日頃の活動もそうですし、はい、まあ、こういういろんなところ、まあ、まだ僕が満たない一部かもしれないですけども、それでもその今まで左翼の島とかね、はい、の保守側がそういうことを言う人いるんですよ。うん、沖縄は
ね、いつもこんなことばっかり言って、うんうん、マスコミに騙されてしょうがねえなって言ってる人たちがいるんですよ、意外と、はいはい、保守側でもね、はい、うん、けどそれこそあんたこそマスコミに騙されてんじゃないのって、うん、こっちのマスコミが発する情報を鵜呑みにして、うん、結局沖縄県民全員がなんか左翼っぽい思想を持った反日的な、はい、うん、教育を受けてっていうイメージ、はい、うんうん、だからそういう人もいるにはいるんですけど、うん、この全部じゃないんですよ、そうですね、いろんな人がいるんです、うん、それは県外と一緒で東京だっていろんな人がいますよ、沖縄だって一緒なんですよ、はい、沖縄だからって人からげになんかイメージを作ってレッテルを貼ってるようじゃこれ、うん、真実は読み取れないというかね、うん、そんなことやってたら前に進めないというか、はい、思考停止になっちゃうんで、うん、ね、そうですね、今のコメントを見るとですね、なんて言いましょうかね、はい、左翼をカウンセラーしてくれというのがありますよね。言ってみましょう。左翼というのはですね、要するに一種理想主義なんですね。はい、人間のこれ一種病なんですけど、はい、どうしてもね、理想を持ちたがるんですね。つまり救済ですよ。うん、救済で。宗教が世界的に廃れてきたんで、はい、思想が今、宗教の代わりをしてるわけですよ。うん、で、全てを解決する。理想主義、要するに、ね、社会主義共産主義社会になれば、はい、理想が実現すると、これは救済なんですよ、うんうん、で左翼の方々は、皆さんね、左翼に入った瞬間というのよく分かるみたいですね、感動してるんですね、うん、オルブに、うんね、要するになんかこう輝いたのを心に感じる、うん、救済というのはこれだ、実はこれはそうではなくてですね、うん、個人があなたの救済に、左翼の思想を使ってるんですよ、左翼の皆さん、うん、聞いてますか、もしかしたら左翼の方が一生懸命聞くかもしれないですね、はい、たくさん見ていらっしゃるようですよ、はい、以前もそうでしたよ、はい、ですからね、個人的な救済をやるのに大いに結構なんですけど、はい、左翼の方々はそれを思想でやってるという自覚を持っていただきたい、うん、でやるんでしたらどうぞね、大いにやっていただきたい、うん、自分たちでね、コンミューン、要するに共同体を作って、うん、原始共産社会、うん、で大いにね、頑張ってほしいですね、うん、で答えを出してほしいです、つまり現実をね、見てほしい、おたけ理屈はもう言いたい方で言えますから、保守にしろ、はい、何主義にしろ、でもね、私はね、左翼が致命的な欠点、保守が、ね、唯一有意な点はね、はい、つまり現実なんですよ、うん、我々は伝統やしきたりというのは祖先からいただいた継承する、これは時間という検証を受けた事実なんですよ、はい、でも彼ら左翼の主義主張というのは頭の中で作り上げた理屈なんですね、うん、つまり人間社会の法というのは作り出す法じゃなく発見していく方が正しいわけですよ、うん、試行錯誤で、はい、イギリスの経験主義というのがそういう意味で正しいですね、はい、だからどうぞ最後の皆さん、もう一般社会の方々ほっといてですね同好会を作って共産主義社会を自分たちで作ってみてください、はい、どうでしょう、そうですね、でね、実はね、作ったとかあるわけですよ、北部に山岸会ですよ、でしたっけ、山岸ですよね、あれどうなりました皆さんね、皆さんのね、最後のリーダーたちは都合の悪いことを全て隠しています、うーん、今中国は12億人を共産党がね、搾取しています、はい、労働者の解放だったんじゃないですか、うん、それをね、12億の人間を搾取すればね、それはね、一部の人間がもうとんでもない財閥になりますよ、うん、温家宝は親族でね、2000億、うん、資本主義もぶったまるじゃないですか、わずかの期間で。うん、共産主義者が搾取してるんです。はい、これが事実です、はい、ね。事実を離れた理論や理屈というのは無価値と思ってください。だからどうぞ皆さんね、ご自分でね、ちっちゃいでも何でもいいんですよ。共産主義社会を作ってみてやってみてください。我々ね、一般市民には関わらないでほしい。皆さんの気分性の出しに使わないでほしい。どうです、痛いでしょそしてね、皆さんの指導者に言ってください、12億人をね、搾取している共産党、中国共産党をどうして非難しないのかと、うん、そうでしょ、皆さんたちの指導者は皆さんを騙してるんですよ、そうなんですね、皆さんの怒りは
我々じゃなく皆さんのリーダーに向かうべきなんです。どうでしょう、面白い理屈でしょ。面白いです、ね、だから皆さんは論理的にすでに破綻してるわけですよ。論戦多いに結構ですけどで私と論戦するときには、十二分にね覚悟を持って、いらしてください。もうそうですね、かつてねやったんですよ、だいぶ。あ、91年の、住民投票で日本中から左翼が名護市に集まってきました。私一人で全てね返り討ちにしました。あ、共産党の記者もやりましたね。バリバリの共産主義者なんでしょうね。でも理屈が間違ってるんで、あ、この続きは実際ね、どこでやりましょう、最後の皆さん。今日はね、今日は皆さん、雅子の顔を見たくてね、ファンの方々が、やってきてますんで、でね、じゃあね、雅子さん、さっきの続きね、ほら、あなたの論文の、お父さんが論文の続きね、どうぞ皆さんに紹介をしてください。ごめんなさい。に東京でですね、こういった、領土死守国民決起大集会というのがございまして、東京に出張していきます。雅子さん、お父さんも一緒に行かれるんですね。はい、私は娘の付属でですね、お供で参加させていただきます。はいはい、もう近づいておりますけれども、雅子さん、何か心意気みたいなのありますか。東京で、はい、心意気ですか。はい、はい、もう本当にまずは本当皆さんにこの感謝 したいですね。でまた沖縄の人間の代表として生かしてもらえるので、やっぱり沖縄の本当のことを皆さんにちゃんと伝わるようにっていうふうにお話しする内容もしっかり考えて、皆さんに日本に訴えていきたいと思います。はい、そうですね、この大会沖縄料理ということで、あと中村幸子さん、はい、で賀那覇雅子さんで、島根の方からも、島根、そうですね、島根の方からも、はい、あと、村田春樹先生とか、坂東忠信先生とかも、そうそうたるメンバーが、はい、お見えになって、またネットでも配信されると思います、ね、あ、そうなんですね、賀那覇雅子さんがメインで呼んでるということなんです。で、どういうお話をね、やる予定なんでしょうかね、雅子さん。まずチラシをこう持ってからこう皆さんにアピールして、ね、12日からね、はい、5月12日日曜日はですね、この沖縄名護市の、真実を報告するという形でお話をさせていただきます。で、そうですね、このやっぱり思うんですけど、そのいろんな方が今までにすごいお話をされてきて、で実際私がこれから12日にお話しすることも、もうすでに皆さんが本やブログやいろんな、なんていうんですか、メディアでもお話しされてることが被ることが多いと思います。でも真実を伝えれば、じゃあ国は変わるのかって言ったら、現実を見てみるとこういう状況になっている、ということで、私は何が日本に必要なのか、これ以外に、真実以外に、っていうのを考えて、それもお話しします。うん、で、まあ、それはやっぱり一言で言えば、戦う心、日本人としての大義っていうのが本当大事だと思います。で、それを訴えていこうかなと、伝えていけたらいいなと思います。はい、で、やっぱり思うんですけど、私の、まあ、沖縄で地元での友達とかで普通な会話をしていても、やっぱりみんな、なんて言うんですかね、私は自分の言いたいことをはっきり言うタイプなんですけど、大体がみんな周りに遠慮して自分の言いたいことを言えないっていうのが多いんですよ。で、なんか現代の言葉でも草食系男子とか、いろいろそういうマイナスなイメージの言葉ができてると思うんですけど、それっていうのはその本人の性格から来るものっていうのはもちろんあると思うんですけど、それ以前にやっぱり
日本人としての誇りとか、うんうん、そういうものを持っていない人が多いから、そういうふうな現象が起きるんじゃないかなと思います。なのでやっぱり戦う心をみんなで持っていこうと、うん、みんなで励まし合って、はい、保守団結して国を本当の意味で変わるようにしていこうと思っています。はい、12日よろしくお願いします。じゃあ次13日いきましょう。はい、はい、13日も翌日13日も、沖縄県祖国復帰の真実というまた大会がありますね。はい、これは沖縄県祖国復帰の真実ということで、私もお話を時間をいただいてるんですが、これはやっぱり祖国復帰をして沖縄は本当にこれは喜ぶことであるっていうのをやっぱり私は一番思っていて、でまたその沖縄が祖国に復帰したっていうのは本土の皆様がやっぱり財政でもいろんな面で私たちを支援してくださったおかげで今沖縄っていうのがあるっていうので、本当に感謝しに行きたいと思います。はい、もういいね、素晴らしいですね。はい、皆様ありがとうございます。ということで12日13日東京に行きます。12日のチラシ、はい、ヤジロゴ大歓迎って書いてますよ。村田先生のやっぱりね主催ですからね。そうですね、はい、はい、いや今雅子さんのお話にもあったんですけど、やっぱりこれ戦いですよ、うん、今現在も戦いですね。 それぐらいの気持ち腹積もりでやっぱりやらなきゃいけないでしょうね。そうですね、そうじゃないと、うん、やはり日本沈むと思います、うんうん、まあ我々も、まあ、我々というか私なんかでも一小市民なんですけど、はい、やっぱり信念と言いましょうかね、勇気と言いましょうかね、そういうのが大事じゃないでしょうかね。そうですね、そういうのがないとまたできないですよ。でもそうですね、私も小さい頃から日本はいい国だっていう風に教えてもらって育ててもらったので、はい、やっぱりそのおかげでそのこういう風な日本がいいっていうのをこの活動できることが本当に幸せなんですよ、はい、もう本当にありがたいです。そうですね、そう、日本に生まれた幸せですね、はい、そうですね、はい、なのでより多くの人がその同じこの幸せを共有できるようになったらいいと思います。そうですね、あと沖縄県の方でも、5月の19日に、沖縄県祖国復帰41周年記念大会がございます。こちらの方もぜひご参加お願いします。桜井よし子先生、はい、桜井よし子先生がご登壇されます。5月19日の、14時開演、場所は宜野湾市民会館大ホールです。あとその前に、午前の10時集合で、パレード、普天間宮で集合でパレードがございます。こちらの方も、去年もやりましたけれどもすごく楽しいパレードですので、うん、皆様ぜひご参加ください。よろしくお願いします。そうしたら何かございますか。まさこパパファン急増中っていう感じが まさかそういう反応が出る。そうなんですか。お父さんどうしましょう。いやもう若い方々にねこう活躍してあれですよね要するに自分の幸せの追求と、はい、社会の発展が重なるような若者の活動というのがこれから求められていくわけですよね、うん、今もう皆さんね何て言いましょうかね、魂がうつろになっちゃって、うん、人間みんな実は幸せになりたかったんですよね、はい、カウンセリングしてよく分かるんですけど、はい、例外なく人はみんな幸せになりたがってますよ、うん、ただ何て言いましょうかね、幸せになる主体がないんですよね、うん、中身がないということですよ、うん、それは簡単です。日本人に戻ればいいわけですよ。そうすると幸せが必ずやってきます、はい、ということですね。あと一言いいですか。大丈夫ですよ。保守の皆様、日本中の、左翼はもう終わりです。一つ処方箋を言いますとですね、保守が連携を取ればそれでもう彼らは終わりです。
我々は無理して断言する必要はありません。断言すると喧嘩が始まりますんで、いやいやこれ真面目な話ですよ。でね、左翼はいろんなところにスパイを送り込んでいます。工作員ですね、保守運動の中にもかなり入ってきてます。そして必ず保守のふりをするために必ずね、急進的な言動をします。偽物の本物をふりをしなきゃいけないですからね。そういう人物は危険人物です。で、保守の団結をいつも内側から壊そうとばかりやってますね。新しい教科書を作る会っていうのは皆さんご存知ですけどね、はい、空中分解しましたよね、はい、だから我々は無理して団結する必要はないんです、うん、でも連帯する必要がある、うん、連帯すれば左翼はおしまいです、うん、左翼皆様、はい、さようならさようならということですね。それやっぱり見破る目も養わないといけないんじゃないですか、やっぱり。ね、そうですね、いっぱいいますよ、例えばあの佐藤勝さんとかね。あ、そうですね、あの方は、あれはひどい、あれはひどいですよ。あの人ひより身ですよね。あの人はね、もう20スパイ30スパイ本人でも分かんないんじゃないですかね。すごくね、怪しげな人物。あ、尾長武志もというね、意見も相次いでますけど、もうほとんどの保守がね、もういろんなスキャンダルをつかまれて寝返ってます。だからもうね、若い方々皆さんこそが日本人です。もう50代60代は信用していけません。あ、僕は逃げますけどね。ってことですね。さあ、雅子さん、皆さんをね、励ます、なんか、言葉をね、どうぞお願いしましょう。ちょっとお父さんに、まあ、圧倒されてしまって。いや、彼女は、はい、いいですか皆さん、本来ね、彼女はすごく優しくて、親が言うのもなんですけど。お父さん、売り込み入りました。売り込み入りましたね。婚活ですか。婚活ですか。婚活。あのですね、今は夜替わりの時代ですので、信念の強い人、そういう方が価値あるわけですよ。で、度胸よりも信念や勇気の方がはるかに強いです。ですから皆さん、自分のことをね、小市民と思っている皆さん、実はあなたこそが主人公です。そういう時代がこれから始まります。つまり個人がね、また主役となる時代がこれから始まりますよ。準備してくださいね。私が指導、いたしますんで、カウンセラーです。動揺心理の商売上手ですね。今日忙しいですね。中村ファミリー、皆さん本当にね、敬意を表したいと思います。沖縄を救ったのは中村ファミリーであると、きっとね、語り継がれることと私は思います。じゃあ、雅子さん続けて何かいいことを言ってくれ。そうですね、多分画面の向こう側の方は雅子さんの声を聞きたいと思ってますので。マッチャーだよ、マッチャー、サッチャー、マッチャー。ああ、それそういうの。先ほど雑談、はい、をしてたんですけど、はい、私は政治家で一番好きな人は誰かっていうことで、うん、イギリスの元首相のサッチャー夫人が、はい、とても憧れで、はい、小さい時から商売してるお家を手伝って、うん、でそれでイギリスの国をもう本当にすごくもう変えてっていうことで、もうサッチャーの大ファンなんですけど、はい、なのでさっき芸名はないかって言われたので、マッチャーはどうかなとっていう話をしてました。はい。マッチャー。マッチャーね。マッチャーじゃないね。マッチャー。マッチャー。マッチャーになりそうなので、ちょっと。マッチャー。じゃあ皆さん、いい大丈夫、名前をお願いします。あ、公募でいいですね。あ、公募で。皆様どうかね、まさこに。皆様のね、愛着あるお名前をどうぞお願いしましょう。はい。今日お父さんすごいですね。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。今度はパパさんメインでお願いします。いや、本当に湧いて出ましたね。結構いろんなところから。あ、お前らは昔日本人に侵略されたんだぞですって。反応しましょうか。はい、これで反応できますよ。攻撃されたほうが楽しいんですね。あ、1分しかない、残念ですね。次回にね。
ああ、そうですか。お前ら日本人じゃ言ってますけどね、我々沖縄の人間がね、実は日本人なんです。いいですか？現日本人に近いのは、我々沖縄の人間なんです。誤解してますよ。本土の皆様方はね、それなりに別のコースをたどって発展されました。でも共通の祖先が同じなんです。沖縄は琉球と言いますけど、琉球の前から沖縄は沖縄なんです。琉球のことを懐かしむ沖縄人はいません。なぜか、いい王朝じゃなかったからですよ。ね、日本的なね、はいはい、日本的ないい王朝じゃなかったから誰も懐かしまないんです。我々は、そういう意味ではね、日本人であることに何の矛盾もございません。よっぽどね、我々の方が日本人かなと思いますよね。反論聞きました？コメントされた方。グーの音も出ないんじゃないでしょうかね。さんも何かありますか？何かある？あ、ごめんなさい。もうすぐ時間なんですが、はい、最後にじゃあ私からのメッセージとして、はい、もう本当に沖縄ではこういうふうに草の根で真実を、はい、本当のことを言ってるのはむしろ草の根の我々の方だと思ってます。で、よく皆さんが私に声かけてくれるので頑張ってくださいっておっしゃるんですけど、一緒に頑張りましょう、一緒に戦う心を持って、まあ、私は若いので何でも言いたいほどは言えるっていうのもあるんですが、まあ本当にこの草の根で国は変わると思います、うん、国を動かすのは本当に組織とかこの大人数ではなくて本当の心を持った少人数だと思って頑張ってますので、皆さんも一緒に戦う心を持って頑張っていきましょう。これからも頑張りましょう。よろしくお願いします。素晴らしい、心強いお言葉でした。本当にまだお時間ありますか？あとはじゃあ宗師さんの方からお願いします。いや、もう今日はいいお話いっぱいあったんで、とにかくですね、視聴者の皆さんはこの後本屋さんに走ってですね月刊正論6月号をですね、みんな10冊ずつ買って1冊は自分用で、残り9冊をですね、友達なり、家族なりに配っていただけたらなと。そうですね、沖縄ではまだ書店に出てないらしいんですよ。出てないんですけど、皆さん、県外の皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。皆さん、良いゴールデンウィークをお過ごしください。あ、そうなんですか。じゃあお父さん頑張るんですか。お父さん、前になんか沖縄の、この沖縄がなぜちょっと長くなっちゃうから、どうぞどうぞ、日本の中心になるかっていうことを、沖縄の家族関係のお話されてましたよね。親族とか、はい、沖縄はですね、皆さんね、東東名って聞いたことないですよね。それは祖先崇拝のシンボルで、各お家には仏壇、遺影があるんですよ。これは共同体を引き締める、実は心理的な効果がありまして、沖縄には日本の心が連綿とついてるわけですよ。でも本土は新しい民法になっちゃって、家族がバラバラですよね。その辺に本土の皆さんの沖縄に立つコンプレックスがあるわけですよ。だから、祖先を思う頃をね、復活させれば、日本中が再生していくのは実はたやすいことなんですね。もう答えははっきり出てるわけですよ。邪魔なのはね、規制の保守なんです。今ある保守が最大の障害物なんです。いいですか？その認識を、一緒に共有していければ幸せかなと思いますね。左翼は敵じゃないんですよ。左翼の皆さんごめんなさい。左翼は敵でもありません。全然。あ、もう、うん、ね、そうですね。終わってたんです。従来の保守、いわゆる支給派、50代以上ね、そういう方々が一番の障害物。若い方々、皆さんこそが、正しき日本を実現するね、素晴らしい素材なんです。私がね、カウンセリングします。商売じゃないですけどね。本当にお父さんがおっしゃってたように、保守の本土から来た方が、左翼と戦ったことはない。いつも保守と戦ってるということを確かにおっしゃってました。なるほど。あと30秒だそうです。じゃあマスコ中村俊子先生にね、はい、なんか捧げる言葉をさあ行かないぞ、行け行け、はい、
もう中村敏子先生も本当にいつもご苦労様です。もう本当にお元気でいつまでも長生きして活躍されてほしいと思います。私たちも先生の後をついていきながら頑張っていきます。やっぱり女が強いですね。なんか年代の幅強い、広くないですか。そうですね。90歳から23歳。また見てくださいね。